皆さんこんにちは。ただいまより、初めての土地科学調査士講座よくわかる数学第1回目の講義を行います。タンタレクセン講師岡崎光則です。よろしくお願いいたします。早速ですね、準備していただきたいものを確認させてください。こちらはですね、テキストありますでしょうか。ご準備ください。あとは筆記用具ですね、書けるもの、ペンとかマーカーとか、あとは定規とか、そういったものもご準備ください。いいでしょうか。はい。とですね、まず講座の説明からスタートしようかなと思ってるんですけども、いよいよ土地科学調査士の勉強が始まるってところで、初めての土地科学調査士って銘打って、数学とか、あと三角定規とか電卓とか六法とか、そういったものについて講師が説明していくってものになっております。でどれから聞いても構いませんから、数学から順番でとかではなくて、三角定規からとか電卓からとか全然構いませんから、お好きなところからスタートしていただければと思うんですね。で今回のこの初めてのなんたらかんたらってやつはですね、目標目的かなが一つあります。それ何かというと、苦手意識をなくしていこうってところにあります。でどうしても土地科学調査士の試験というのは、もう実務ついてる方だったら当然のようにできるものもありますけども、全く実務とか経験ない方からすると結構とっつきづらいんですよね。三角定規なんかでっかいのがあってどうやって使うんだろうとか、どうやって図を書くんだろうとか、電卓渡されたらいいけども関数電卓なんて初めて使うなって方とか、あと数学に関しても、ああ忘れちゃったんだよねって、もちろんそうですよ、みんな忘れます、忘れてからのスタート、なってたりするので、そういった方々に心配なんですよって、ある程度、分かっていただければできますよってことを知っていただく、それが今回の講義の、目的だったりします。で今回のこの講義通して、ある程度すぐにちゃちゃっとやっていただいて結構ですから、それが終わってから、入門講座の方に入っていただければと、こうスムーズにこう入っていくための橋渡し的なものだったりしますかね。あとはスターターみたいなものです。はい。で軽くお話しすると、全体的な話だけまず最初にさせてくださいね。講義になかなか入らないですけど、申し訳ないですが、もう最初はちょっと前提の話が長くなっちゃいます。30分ぐらいかも。結構取ります、すいません。最初からじゃあ1問目って言ってもいいんですけども、せっかくの長丁場ですから、やっぱりゆっくりゆっくりスタートしていくことが大事かなってところで、最初は心構え的なことをお話しさせていただきたいなと思ってるんです。でも心構えなんかできてるよと、お前の話なんかいらないんだっていう方がいらっしゃったら、30分ぐらいちょっと早送りしていただければ、多分なんかテキストをやってますよ、1時間かな、わかんないですけど、なのでちょっと早送りしていただいてもいいですから、ちょっとお話しする時間をいただきたいなと思うんです。自己紹介がてらですよね。皆さんもどんな人が知りたいし、僕もこんな風に考えてますってこと言いたいしってところです。はい。で全体的に、よく初めての土地科学調査士の講座に関しては結構簡単ですね。難しいことやりません。あくまで難しいことは入門からではなくて、入門もそんなに難しくないです。徹底解析からですね。はい。あくまで徹底解析からが本番なんですよ。で入門講座ももうテキストとかね、お家に届いてる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、見ていただいて、そこまで太くないですよね、厚くないですよね。あくまで入門講座ってのはそれも橋渡し、どんだけ橋があるんだって話ですけど、橋渡ししてはいスタートって感じですよ。徹底解析からがこの講座の、本番です。ってことはそれまでの講座ってのはそこまで難しいものではないです。でじゃあなんでそんな回りくどいことやるんだっていうと、それが実は大事だったりするからなんですね。一からもう徹底解析編でバーンっていっちゃってできるならばいいんですけど、大抵の場合戸惑うんですよ。戸惑って、そんなに難しくないはずなのに難しいと思い込んじゃってやめてしまうって方もいらっしゃる。なので橋渡しが実はすっごい大事で、逆に言うと橋渡しがちゃんと滞りなく進めば、
徹底解析に入ったらスーッといけますから、気持ちよく進んでいきます。なのでマスクをこう簡単ではあるんだけども、まあ、大事に丁寧にやっていきたいかなってところなんですよね。はい。でまず最初に簡単だからこそできることちょっとお話しします。まだ始まらないですよ。簡単だからこそできることで、まあこれ最初に DVD この、数学から聞いてる方も結構いらっしゃると思うんですよ。でそういった方にも伝えたいことなんですけども、簡単だからこそいいですか、今からの、まあ、例えば数学なら4回です。この4回で習慣をつけたいんですね。習慣作りをしましょう。どういうことかというと、まあ、勉強ね、普段から勉強してますって方なら全然いいんですけど、いやそうじゃない方も結構多いと思うんですよ。でそうじゃない方にとってまず大事なことって何かって言ったら、勉強の習慣を作ることです。で1日2日爆発的に10時間勉強するとかは結構できるんですけど、やろうと思ったら、でも結構時間かけて半年とか1年とかかけて、ね、この講座やっていくわけでしょ。全部を考えたらそう思うと、習慣の力に頼らない限りどうしても折れてしまう。今言ったこと分かりますか？習慣の力に頼らないと折れてしまうんです。多分1年後この DVD じゃあ見返してみてください。多分1年前の気持ち、今の気持ちです、今の気持ち皆さん忘れてます。そんなと思うかもしれない。忘れてます。約束します、忘れてる。ある程度やると忘れるんです。人間は3ヶ月ぐらいかな、持って熱ってのは。でさらに熱を燃やしてうわーっていくか、もう忘れ去っちゃってどんどん弱火になって消えていくかってところなんですよね。なのでこれもう人間の習性ですから仕方がない。いや俺は違うんだ、いや私は違うんだってならもうそれを好きなようにしていただきたいですけども、大体の人間はですね、モチベーションって必ず消えていくんです。世の中のありとあらゆるものは全て生まれては消えていくんです。だから消えていくんです。消えていくことを知った上で対策を立てていかない限りは失敗します。自分の弱さってものを知らないからですね。知らないと全部失敗します。で失敗しないためにどうするかって言ったら、やっぱり別の作戦を立てると。気持ちに頼るとかね、精神でなんとかとか、そういうのは精神論って言われまして、すごい大事なんですよ。僕大好きです、精神論。だけど精神論に頼る前にやるべきことがあるわけですよ。何かって言ったら、まず、まあ、習慣作りですかね。習慣になると人間ですね、努力いらないんです。歯磨くことってもちろん気持ちいいからやってますけども、習慣になってますから、だからやるんです。毎朝毎晩ね、毎昼全然苦労してるつもりないじゃないですか。そんな感じ。お風呂入るのもそうですよ。お風呂習慣になってない人はなかなか入らないんですよ。めんどくさいからって言って、そういう人たちもいるんです。でも結構入ってる人多いんじゃないですか。入ってる方はいやすごいですねと、そんなに習慣、そんなにエネルギーよくありますね、ないですよね、じゃなくて習慣だから当たり前だから入ってるんですよ。そんな感じで勉強も当たり前だからやってるってところまで習慣化していきたい。でこのためにはやっぱり難しい教材から言ってしまうと、なかなか習慣とかつける云々に気持ちがいかないですね。で今から2つ橋渡しがあるって言いましたね。この初めてのなんたらかんたらで入門講座、この間にいかに習慣作るかです。もうここで習慣作った人は徹底解析編いけます。どこに行ってももう合格までいけます、いけます。逆にここの習慣作りが曖昧になると曖昧に進みます。なのでこの橋渡しをしっかりとですね、まあ大切に扱ってほしいなと思うんです。無理しなくていいですけどね、無理しないけども、習慣を作ると。習慣というのは例えばですね、勉強しやすい環境をまず見つけてくださいってことです。どこで勉強するのかです。まず場所を決めるんですよ。ここで勉強することが習慣なんだ。あと勉強する時間ですね、時間帯を決めましょう。まあ、決めるといっても空いたらやるでもいいんですけど、毎週あるでしょ、カレンダーが日曜月曜火曜水曜ってどの曜日が勉強しやすいのかなとか、そういうのをちょっとこの初めてのなんたらかんたら土地価格調査、ちゃんと言いますけど、初めての土地価格調査士のシリーズの中でちょっと探してみてくださいよ。で見つかったら、あこの曜日に勉強しやすいなとかね、この場所なら勉強しやすいなとか、だから今のうちは
あまり固定するよりもちょっと試しましょう。近くの例えば喫茶店行ってみたり、まあちょっと今あの今この現時点は皆さんが見てる時点は分かんないですけど、外出がちょっと自粛ムードなんですね。自粛ムードならもう家しかないかもしれない。まあ勉強しやすいところってあったりするわけです。台所がしやすいとかね、今の方がしやすいとか、玄関がしやすいとか、ベランダがしやすいとか、いろいろあると思うし、まああの外出しない程度のなんか場所があればそれでもいいし、人がいないならいいしね、公園とかでもね、勉強しやすい場所ちょっといろいろ行って試してみてください。確かにあるんです、勉強しやすいところ。一人一人それぞれ別々で、僕は家でした、自分の家なので、喫茶店行ってな、周りの人がなんかガチャガチャしてる中で勉強するのは好きじゃなかった。でも人の中にはいるんですよ、あの喫茶店じゃないと集中できないという方もいらっしゃるんです。あと電車の中の方が勉強しやすいとか、会社のね、昼休みの時間使うんだとか、早く行って使うんだとか、いろいろありますパターンが。ご自分の勉強しやすい環境をまず身につけてほしい、見つけてきてほしい、習慣化の作業ですよ。で時間帯見つけてほしいと、はい。で習慣化して、これも伝えとこうかな。あのこれ2時間の講義ですよね、 DVD ね。2時間頭を働かせる、まあ今日の講義はちょっとペラペラと僕が喋ってるだけですからあんまり頭使わないですけど、2時間とか2時間半の時間を、まあ、集中する、頭の体力ってものも身につけてほしいなと思うんです。これも大事です。体力ないと習慣つけるって言ってもなかなかねつかないから、ちょっとしんどいなと思っても、まあ、体力作りなんだ。腕立て伏せとか一緒ですね。だんだんきつくなりますよ。でももうちょっと頑張っとけば後からまたやった時楽になるじゃないですか。そんな気持ちで無理しないようにするんです。でもそういう気持ちもあった方がいい。頭の体力ってありますから。例えばこのよくわかる数学に関しては通学のコースとかもあるんですよ。で通学でお会いする方はぜひよろしくお願いしますってところなんですけども、例えば、まあ、1日1本やっただけでも結構みんなこうなるんですね。もう疲れてたりするんです。結構ドーンとなるんです。このあと例えば入門講座とか入って2本連続とかになると、つまり2時間半の講義、昼飯2時間半の講義になるともうこうなってますから。本当にあのもう皆さん頭見ながら僕お話するんですよ。こうですよこうですよってなりますから。でもじゃあそれ無駄な時間かって言うとそうじゃなくて、あの頑張って頭を回していこうっていうのは体力にもつながりますから、頭の体力ね。なので、まあ、そういった時間も必要かなってところではあるですよね。習慣化することでまず習慣できるように、勉強の場所を探してきてください。宿題ね、勉強の時間を探してください。今回のこの4回の講義の中でいろいろ試してくださいですか。で家だったら家で場所をちょっと変えてみるね。時間もちょっと変えてみる。で、探してほしいというのが宿題の一つと、ちょっとしんどくなったら一応2時間の講義聞くぐらいの頭の体力が欲しいんです。どうしてもきつかったらもう止めていいですけどね、あのちょっと頑張ってみようってのも大切かなってお話なんですよね。でもう一つちょっとお話しさせてください。結構時間来てますけど、あの1回目はもうこんな感じです。いつこのねこの画面に行くのかって話なんですけど、今日ずっと僕こんなことやってますよ。早送りしてもね。で次お話ししたいことがドラマにしませんかってことです。ちょっと変な話になって怪しいなと思うかもしれないですけど、ちょっとここは話半分でいいです。習慣にしてくださいね。これはもう絶対に押さえてください。習慣化するんだ。でもドラマにしませんかっていうのはちょっと話半分で聞いてください。何かっていうと、残り何日なんでしょうか、皆さんの、試験日まで、今僕が皆さんと一緒にいたらじゃあ調べることできますけど、一緒にいないならば、ね、調べることできない。皆さんが調べるしかない。これちょっと宿題にしましょう。残り何日ですか。まだ決まってないんですよ。10月の例えば第2日曜になるか第3日曜になるかとか、もしかしたらね延期とかがあってバタバタにこうずれるかもしれないわけです。わかんないです。わかんないけど、せっかくだから一応10月の第2かな第3かなどっちだっけ、どっちかの日曜日が試験日だってことに決定した上で決めておきましょう。来年のね、またこれ見てる時期がちょっとずれてたら今年のね、でその時期までその時まで残り何日、しっかりも日数計算してください。これ最初の作業です。残り何日か
で残り何日って書いてこうホワイトボードあるならば消していく方法でもいいし、あとは10日区切りとか1ヶ月区切りでも最初はいいですよ。残り12ヶ月残り11ヶ月どっかに貼っときましょう。残り9ヶ月ならもう 6ヶ月ぐらいになったらもう日数にして残り180日150日ってこうなんかどん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 減っていくようにするんです。カウントダウンしていく、これ大事ですよ。これやっぱり一番最初にするべきです。試験日まであと何日あるのか、この認識があるかどうかです。であくまで試験日が決まってるから頑張れるんです。試験日なかったら、決まってなかったらなかなか頑張れない。だってね、勉強する時間あるかもしれないしとかいろいろあるわけです。でも基本的に国家試験ってのは1年に1回ですから、例外まだないです。1回ですからと思ったらある程度日が決まっていてそれに向けて勉強するってことになるわけじゃないですか。あくまで例えば僕ロッキーとか映画のね好きですから、知ってますかロッキー、ボクシングのね、結構昔の映画ですけど、あれもやっぱりリングに立つ日が決まってからロッキーって目覚めるんですよ。あれに指名されるんですよ、こいつと戦おう、でチャンピオンと戦う権利を得るわけです。たまたまねロッキーが、で決まるんです、何月何日に試験、試験というか試験ですよ、リングがあって戦えるんだ、決まったからロッキーは走り始めるんですよ。あれ分かりますか。ロッキーもしそんなこと決まってなかったら、いつまでたっても借金の取り立てとかしてたんです、あの人は。そればっかりしてますよ、ボールポンポンやりながら。本当ですよ、決まったからです。この日に私は戦うんだと決まったから走り始めて目覚めるんですよ。で皆さんもそうです。試験日が決まったから話し始めるんですよ。あと何日かってことはちゃんと明確にしておくべき。もちろんまだはっきりしてないけど、そこはもうどうでもいい。そうじゃなくて10月の第2日をもしくは第3日を決めといて、その日まで頑張るんだと決意する、あと何日あるのかってことはしっかりと明確にしてほしいなと思うんですね。はい。であともう一個、今日から今から、はい、合計何時間勉強したか記していこう。どうですかね。日記書いてますか。書いてなくたらなんかどっか紙でもいいですから、例えばこの今回の DVD 一応2時間です。だから一応2時間勉強したってことに皆さんなりますよ。おめでとうございます。2時間です。で書いていくんですよ、何時間勉強しました。その後復習もししていただいたら、ね、残り何時間勉強しました、何月何日って書いていくわけですよ。これちょっとやりましょう、ぜひ。めんどくさかったらもうそれも皆さんのね、自由です。でももし、まあ、余裕があったらやってみてください。何時間勉強しました、何時間勉強しました、だん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 増えていくんです、時間がね。何時間勉強したら合格するかって話はちょっとナンセンスかもしれません。目安でしかないし決まりきってないから。じゃあなんで、ね、何時間勉強したってことを書くのって言ったら、結局それが自分自身が本当にやった努力の形だからです。努力ってなかなかですね見えないんですよ、感じれないんです。感覚に頼ってると、つまり試験の前日、まあ、もっと言うと本当にもう言うと、この講座を受けた方大抵の方模試と当連、まあ、申し込んでる方多いんじゃないかなと。当連とか模試とか受けない限りね、本試験で実力出しきれないですから。で当連模試の時に多分ですね、皆さんもう予言しますよ、もうこれ間違いない、9割9分の人は絶対にメンタルブレます、間違いない。ブレない人は2、3年ぐらいこの勉強やってる方です。それはそれでもいいんです。でも初めてね、初めてって言ってるんですから、初めての人はこの試験にチャレンジすることが当連模試の時期絶対にブレるんです。もう予言しておきます、約束する、約束じゃないか予言しておく。でなぜかっていうと難しいから、なかなか実力が出ないからです。うわーってなるんですよ、こんなものか、結構頑張ったはずなのに。結構飲みのね誘いとか断ったり、友達の誘いとか断ったりして勉強してきたのに、俺は今年は変わるんだってこうなんかいろんなものをキャンセルしながらやってきたのに、こんだけしかできないのかなるんですよ。何だったんだってなるんです。何だったんだってなってるメンタルの人にですか、思い出せとこうなんか昔だったら鉄拳でねわーバーンってやって悔しくないのかってやってもいいんですけど、
感覚でどんだけ頑張ったか思い出してみろって言ったところでブレてっから思い出せないんですよ。いや頑張ったはずなんだけどだって結果出てないじゃんとかみんななるんです。いややったよやったんだけどさやっぱり難しかった 8% の壁は高いわとかなっちゃうんです。そういった人にその数字を見せるとですねちょっと変わるんです。やっぱりあこんだけやってきたんだ数が書いてある合計何時間と、まあ、千何百時間とかなるかもしれません。そんなにいらないかもしれないですけど千時間とかね千何百時間はやるかもしれない。講座見てるこの時間もです。僕の変な話を聞く時間も合わせてですよ。そう考えたら何時間これにかけてきたのかってことを明確にするとですねそれが皆さんを支えてくれる。本当ですよ。もういらないって方はもう早送りして次行ってください。僕がテキストに開いたらもうそれでいいです。でもちょっと一応聞いてください。これは皆さん支えたいから僕も本当に揺れる時が来るんです。来る。でその時に皆さんを支えるのは僕じゃないでレックでもない皆さん自身しかないんです。自分自身がどんだけやったっていう量しかないんです。で感覚で残ってるうちはまだ甘いです。頑張ったって感覚残ってるうちはまだ折れてないし、まあ、それで合格するならそれでいいんですけど多くの場合もうこの感覚すらも忘れてるんです。みんな人間忘れるから忘れていやそんなにやってないそういえば昔から勉強がこうで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 とかなってどんどん落ちていくんですよ。こうなった時にいや頑張ったじゃないですかってこう言ったところでなかなか信じれない。信じれるものって何って言ったら数字だったりするんですね。だって思いっきり客観的だから。だから何時間積み上げてきたかこれちょっと書いておきましょう。書いて本当にもしきつくなってこの試験の勉強もやめてしまいたいと思うぐらいまで深刻になった時にぜひ見てほしいんですよ。本試験の前日当日も見てみてほしいな。そうすればそうだ僕はこんだけやってきたんだわかるからいける。でもしそうじゃなかったとしても、まあ、試験一回受けてみて合格すればそれでいいしダメだった時もあるわけです。 8% ですから甘い試験ではない。でもダメだった時も数字を見てみる時にあれって思うんですよ。もうちょっといけたのにって勉強しようと思ったらダラダラした時間絶対あるでしょ。携帯見てなんかネットのニュースとか見てる時間あるでしょ。その時間ですよ。その時間がここに入ってたらもしかしたら合格したんじゃないかと思うわけです。ああこんだけの時間数で合格しようと思ってたんだ甘かったなとか思えるわけ。感覚でいくと感覚だから曖昧すぎてもう頼りにならないんです。頼りになるのはやっぱり客観的な数字ですから。だって感覚の中のお金よりも通帳の数字の方がいいでしょう。あれの方が実際入ってんだからお金持ちとかね感覚も大事なんだけど数字の方が助かる、客観的な数字でもあるわけだからぜひですねちょっとこれ2つかなお願いしときたいです。ドラマにする残り何日かってことをまず明確にし張り出す。で次は今から何時間勉強積み上げたのかってことを記していく。もうこれですよ。これ繰り返していくと皆さんを支えてくれる力になるってところですね。そら20分ぐらいも来ましたよ。あと10分ください。すいません本当に怒られるかもしれない。でも大事なことだから伝えておきたいから。で同時にここまで伝えてきた結構なんか頑張れって感じの話してきたんですけどやっぱり無理しないことこれもお願いしたいです。無理しない。無理しちゃいけない。きつくなったらちょっと休むと。でこの言葉をじゃあせっかくだから皆さんに送ろうかなと思いました。ここにまだ書いてないです。今から書きます。すみません準備があれでちょっとこれ覚えてくださいね。汚い字ですみません。真剣はよい。真剣は良い。深刻はダメ。これでいきましょう。ですか？真剣は良い。深刻はダメ。一時停止して書いといてください。真剣はいいんです。頑張ることは。僕、
2年前になるのかな、去年になるのかな、あれ結構忘れちゃいましたけど、入門講座とかも、担当したことがありまして、でまた、お世話になるかもしれませんけど、皆さんのね、やっぱり真剣にやってる方結構いらっしゃったわけです。真剣にやっている、でそれすごく大事なこと、頑張るんだ、今年1回で合格するんだとか大事なことです。真剣はいいんです、真剣に頑張る、これは本当に大事なこと。でもですね、ここちょっと気をつけたいんです。申告はダメです。申告はたまにやっぱりここクーってなってる方もたまにいらっしゃったりしたかもしれないって感じで濁しますけど、深刻になるとどんどんきつくなってきちゃうんですね。キリ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 し始めて、イラ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 始めて、当連模試の時期にですね、この言葉思い出してほしいんです。真剣は良い、深刻はダメです。いいですか、深刻になってくるんですよ。点数取れないからイライラしてくるんですよ。こんな問題出んのかって気持ちでなっちゃうんですよ。イラ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 してくるんです。周りはみんなできてる気がするんです。だんだんイライラしてきて、終わんねえなーってなるんですよ。またここかめんどくせえなーってなってくるんです。貧乏すれがすっごい激しくなるんですね。でもうドラム叩いてる人みたいな感じで、もううおーってなってくるんですよ。でもうイラ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 始めて、まあ、結局もうやめたってなっちゃうわけですよ。これが怖い。もうドカーンって破裂しちゃうわけですね。こうならないようにしたいです。だから深刻になってきたら休んでください。いいですか、3日間とかかな、1週間かな、その人のダメージによります。ダメージ負ってます、その人。イライラしてキリキリしてギシギシしてきたら深刻です。で深刻になってきたらもうそうですね、休んだ方がいい。寝るんです、もうたくさん寝る。で海見るでもいいし、川見るでもいいし、山登るでもいいし、なんか自然に触れて1週間か3日間ぐらいは、休むと。寝るんですよ、寝なきゃダメ。酒は良くないです、寝るんです。そうするとまたちょっと落ち着いてきたり、ちょっと笑えてきたりしますから、真剣はいいですからね。この差は激しいですよ。真剣はいいんです、深刻はダメです、この試験合格するためにね。で、まだあんのかと、すいません、もう30分来ちゃった。すいませんね、頑張ります。もうすぐに話終わっちゃいますから、もう少しで、無理しないこと話しましたね。で、あーこれもう一個、じゃあこれももう一個って言って続いてますけども、もうそろそろ全体の話終わりますから、ですね、約束してほしいことがあります。これもう4回続けてこの話していこうと思ってるんですよ。こうだよこうだよって話はね、だってそれぐらいよくわかる数学難しくないからです。でこれを8時間かけて説明していくわけだから、せっかくだったら数学の話だけで終わっちゃったらもったいないなと思って、いろんなこと言いたいなと思ってこう話してるんですけども、終わりますからちゃんとね、安心してくださいね。約束というか、なんだろうな、約束しましょう。何かというと、最後まで講義を、終わらせてください。どうですか、どうですか。この講義なんですよ。2時間は当たり前ですし、よくわかるシリーズなんか当たり前ですし、入門講座までだったら当たり前なんです。徹底解析です。徹底解析編でいたでしょ。だんだんこうなってくるぞ、もうイライライラしてくるんです。計算の仕方とか、どんどん新しいことを覚えなきゃいけなくなってきて、どんどん品種が近づいてくるんですよ。どん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 、で多分その頃には仕事忙しくなってきたりとかするんです。なった時にやっぱりもうなんか徹底解析で気持ちが折れてしまうってパターンが多いんですね。多いです。入門までは頑張っていたのに徹底解析で折れてしまう、これ本当に僕は僕自身が入門講座とか受けるってことにはなってないですので、今のところ別の先生にお願いしてって感じで行くんですけども、多いんですよ。多くてやっぱりそれは僕としては今回一番今年の講義でね、全部の講義でもし実現したいことは何かって言われたらそこです。最後まで勉強しきることです。合格とは言いません。合格はもちろん目標なんです、目的なんです。でも合格目標なんですけども、最後まで講義聞くってことの方がより大事なことだなと思って、それできて初めて合格するわけじゃないですか。合格ばっかり見てて全部やりきらない人がいかに多いかということです。だんだん最初は DVD とかやっててね、ふんふんって聞いてなんか楽しくなってくるんですよ。
でも言いましたね、3ヶ月ぐらいしたら皆さんのモチベーションこうなってますから、必ず生まれたものはなくなりますから、なくなった時にだんだんイライラしてくるんです。イライラして勉強進まない時にピンポンってなって、なんか郵便局員さんが DVD とかテキストごさっと持ってくるわけです。そうやってられるかってなってくるんですね。でなんかネットオークションとか開いたりしてもう打ち合えるかなっちゃったら嫌だから、寂しいから、そんなことになったら。なのでぜひですね、最後まで行きましょう、最後まで。でこれももうこれあの締めくくりね、30分まで来ましたから、言いたいこととして、またロッキーの話です。すみません。ロッキー見てない方は見た方がいい。時間まだあるでしょ。見てみて。すごい映画だから、あれはね。ロッキーってやつはですね、決まるわけです。敵と戦うことがね。で、トレーニング始める。どん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 新しい自分に出会っていくわけですよ。ミッキーっていう名コーチと一緒にね、なんとかもう、やってやるんだってこう、戦うわけです。でもあれ見た人いたら覚えてますかね。前日、試合会場行くんですよ、ロッキーが。ある夜一人でで見てくるんです。会場すっごいでっかい会場なんですよ、設営されてるんです。で戻ってくるんです。でベッドの中でね、彼女のエイドレアに話すんです。ああ俺は絶対勝てないと思うって言うんですよ。勝てない、俺は勝てないんだ、だけども俺は最後までやりきるって言うんです。最後までやりきった時に俺がクズじゃないって、ポンコツじゃないってことを証明できるんだって言うんですよ。勝てないって、勝てないけども最後まで行くんだって彼は言うんですね。最後まで、最後のゴングが鳴ってカンカンカンってなるところまで立っていたならば俺がポンコツじゃないってことを証明できるって言うんですよ。もう勝つ負けるじゃなくなってくるんですね。最後まで戦うんだってことを彼は決めるんです。でどうなったかっていう結果は言わないです。ネタバレになるからで知ってるかもしれないですけど、ね、そういうことなんです。最後までやるんですよ。これ本当に渋いものがあって、合格するんだとかね、テスト取るんだってもちろん大事ですけど、もっと渋い目標として、渋いってどういう意味か分かんないですけど、最後までやる、これどうぜひとも約束してほしい。最後までやりましょう。トーレン模試も含めてですよ、最後まで頑張りましょうってことです。でそのまあこれもすみませんね、こんな話しててでも大事なことだからね、そこで言われてる言葉が知ってますか、あの映画の Go the distance と英語が出てきまして、そう調べなくていいですよ。 Go the distance ってのがあの映画のテーマだったんですよ。最後までやりきるってことなんですけども、やりきるんです。何があってもやりきる。何かって言ったら、合格まで頑張りましょう、もちろんそれでもいいんですけども、もうちょっとね具体的な方がいいかなと思って、この講義を最後まで見切りましょう、勉強しきりましょう。分かんなかったとしてもいい、全然点数取れなくてもいい、最後まで DVD 見て、最後までテキストなんか書き込みして、最後までなんとか答練模試もやって、なんとか入れて本試験行ってください。これ本当に約束にしましょう。合格の約束をしましょうって本当は言いたい。その方がシンプルだし、だけどもこっちなんじゃないかなと思って、僕が言うべきことは、あの合格の約束は多分いろんな先生がしますから、あの約束しましょうっつって頑張りましょうって、だけどこれちょっと行きましょう。 Go the distance と最後まで行くんだってことですね。最後までですか。最後までいかなかったら、例えばですね、ちょっとこれに直しても仕方がないか、結構いらっしゃるってことです。最後までいかずにまた入門講座に来た方で、もしこの DVD 見てそうだった方は、じゃあ今回こそはですよ、今回こそは最後までいきましょうですか。途中までやって、でもちょっともう嫌になっちゃって、2年3年空けて、でもちょっと勉強したらいけるんじゃないかと思って、また入門講座受けて、でも途中までは分かるんです、やったから。で途中から分かんなくなってきて、だんだんイライラしてきて、やめて、また1年2年とかして、やっぱりやりたいっていうパターン多いんです。これ、レックとしては、レックとしては、予備校業界としては、ありがたいお客様です。だけど、そうなってほしいわけじゃないです、僕は。ありがたくない、もう一発で行ってしまう人になってほしいです、僕はね。
なのでぜひですね、最後まで聞き切れましょう。聞き切らないで2年3年多分開くんです。ダメージがあるから、イライラしたで実務つくんですよ。実務やってて、あ、やっぱり調査室の資格があればもっと給料上がるのに、独立できるのに、もっと別の仕事任せてもらえるのにね、思ってまた戻ってくる。でも戻ってきてどこまでやったかも明確じゃないし、とりあえず最初からやっちゃおうか、で何十万ボーンですよ。これはやっぱりもったいない。だとしたらもう今回で決めましょう。何を最後まで見切ること、聞くこと、最後までやりきって合格しなかった方って、次ここまでやった知識をもう一回繰り返せばいけるんです。最後まで行った方でも、途中までやってでもなんかぐちゃぐちゃして本試験受けたけどやっぱりダメで1年やめてまた戻ってきた人、やっぱりね、途中までやったものはね、ゼロになりますよ。ゼロになる。100まで行った人だけこれ残しながら来年に行けるんですって考えたらいいですか。 8% の試験ですからね、来年も行けるんです。この知識があればまとまってるから。でもまとまらない知識で終わらせた人ってぐちゃぐちゃだから、ぐちゃぐちゃのまんまだから、ゼロからのスタートでまたなっちゃうんですよ。これやっぱりなくしましょう。寂しいしね、こっちもね。やっぱり最後までついてきてほしいし、ここを決めましょう。でもしきつくなったらいつでも、例えば生講義だったらね、講義の来て先生に講師に言えばいろいろ励ませるし、でもそうじゃない方もですよ、なんとかこう会うことがあったならばガイダンスとかやってるかもしれないし、そこに来ていただければお話もできるし、地方の方は東京来るの大変かもしれませんけど、なんか方法あるでしょ。チューターっていうやつがねあって、そこに悩み書くでもいいし、何でもいいから、とにかく予備校を利用して最後までついてくるってことをですね、今日この日に約束したいな、約束してほしいなと思うんですね。これ約束できたらもう今日のこの2時間の DVD はもういいですね。いいとは言わないですけども、ぐらい大事なことを今言ってます。最後までやりきりましょうね。それぐらい途中でぐるぐるってくるから、時間を書き連ねてこんだけ頑張ったってことを残すんですよ。残り何日ってすることでエネルギーを燃やしていくんです。これをですね繰り返していく。で実質的には習慣化、どこで勉強するの、何時が勉強しやすいのとかね、そういったことをしっかりといろいろ試しながら、最初のうちは勉強してほしいなと思うんですね。無理はしないこと。なんかもう矛盾だらけかもしれません。でも矛盾してるもんです、真実ってのはね。無理はしないででも頑張って、これが正解ですよ。無理はしないででも頑張って最後までやりきってね。で疲れたり休んでね、こんな感じです。いいですかね。これ元にちょっと勉強していただければと思います。お願いしますよ。はい、で、はい、やっと全体のお話終わりました。ペラ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 、本当によく口が回ります。僕も思いますね、自分ながら。で今から数学の、今回の講座についてのお話になります。なんだやってなかったか。そうです、今まで話してたのは全体のお話です。今からちょっと個別的な話に入っていこうかなと思うんですよね。で講座のまず、目的ですかね。いろいろここに書いてありますと。1枚開いていただいて、こう書いてありますね。で、実際数学ってどうですか。皆さん得意ですか。得意だって方は多分この講座、僕の話も聞かないでもいけると思う。で、世の中にはですね、数学って聞いただけで結構嫌になっちゃう人いるんですね。結構いらっしゃるんですよ。なんかお話しした方でも、他の試験でね、合格して、すごいもう実務でバリバリやってる人と話した時も、試験ってだって数学やるんだろう、俺あれ数学苦手なんだよって言って、俺には無理だねって言うんですよ。いや終わった後皆さん感じます。もうこの講座はゴーザディスタンスで最後までやっていただいたならば、その話聞いた時に僕と同じ反応になります。そんな難しくないんだけどな。本当に調査士で扱う数学って簡単です。これ先に言っちゃおうと思う。そんなことないぞって方はそんなことないんでしょう。でも簡単ですよ、合格するための数学はね。でよくわかる数学ってあるでしょ。数学これあえて例えばですよ、書かなくていいですよ。よくわかる算数って書いてあったらどうでしょう。なんかちょっとハードル下がりませんか。下がるでしょ。それぐらいです。実は数学って言ったら
やっぱりもっとね、すごいやつですよ。で、あくまでよくわかる算数です。なら今回の講座も、まあ、数学なんですけど、一応分類的には、文部科学省がこうやって決めた数学1、数学2とかは全部数学なんですけども、算数と思ってみてください。ね、混乱したところで分かりやすくなるかどうか分かんないですけど、ハードル下がる気がする。算数です、所詮。なぜならば、数と数を足したりとかかけたりとか、この角度がこうで、これプラスこれはこうで、足し算引き算して答えが出るんですもん。計算するだけです。計算の仕方を勉強するだけなんです。どっちかを操作しの、数学ってのは、算数ってのは、本当の数学ってのは答えが出るようなものじゃないですよ。本当の数学ってのは世の中のあらゆる、ね、万物のなんかこう流れを数で表現するわけですよ。確率ってのはこうなっていて、こうなんかよくあるでしょ、ベルカーブってやつあるんですよ。統計学ってやつです。今すごい流行ってるやつで、なんかこう確率でこうなってこうなって、この何パーセントでこうなる確率があるとか、なんかそこから、じゃあここから取れる期待値はどれぐらいかとか、なんかそういうの金融とかで使われたりするんですけども、工学とかでね、あれ数学ですよ。だって目に見えない答えのない世界でなんとか数で表現しようとするから。でも今からやるのはそっちじゃない。あくまで足し算引き算掛け算割り算だけで答えが出ちゃうものなんですよ。これ算数です。足したり引いたり割ったりかけたりするだけなんだから、算数って考えるとちょっと楽になるかなと思っていて、でここちょっと開いてみましょう。なんかね、目次がわーって書いてありますよ。で、問題がわーって書いてありますかってね。で、ぜひですね、ちょっとまあ自信があったりとか時間がある方、まあここで止めてもいいし止めなくてもいいんですけども、一回全部解いてみてください。今回リニューアルしまして、以前使っていたやつとちょっと違うですね。以前のやつちょっとややこしかったところがあって、今回すごくシンプルになってます。問題があって答えがある、でおさらいとかなってるんですよ。かなり今ドリル形式により近づいてるんですけども、まあ、問題解いて答え見てって、ね、繰り返しなんですね。ってことは一回解いてみるってのもいいのかなって。一回解いてみて一応つまずかずに解けたよってなったら、はい、おめでとうございます、もう DVD 見なくていいですって立場です。もう入門行っちゃってください、大丈夫ですって形です。本当にそれぐらいのものです。で、解いてみると、あ、そういえばこういうことやったなってなりますから、もうさらさら問題解いてできそうだったら、三角定規とか、定規は知らなきゃいけないかな、電卓も知らなきゃいけない気がします。六方はどうかなと思いますけど、僕は担当するんですけど、僕は担当するものはどうでもよくはないか、でも大丈夫ですから、三角定規とか電卓見て、あとはもう入門に行っちゃってもいいのかもしれないですよ。でも時間があるとかね、せっかくだからって方はぜひお付き合いいただければと思うわけですね。はい。でですね、例えばですね、じゃあどういった知識が必要になってくるかっていうと、今から言うやつ、線引かなくていいんですよ。例えばここ行こうかな、三角比とか知ってますか。三角比です。はい、三角比何のこと。あとは正弦定理、余弦定理、あ、なんか聞いたことあるなってやつですよ。はい、が分かってればいいかなと。で、下の方行くと直線の方程式、直線方程式の作り方と平行垂直な方程式の性質ですかね、が分かればいいかな。あともっと言うと、まあここかな、三平方の定理、ピタゴラスの定理ってやつですよ。名前は聞くだけだとちょっと分かりづらいかもしれませんが、一応これが分かればね、このテキストもう終了です、卒業です、合格ですって感じになります。例えばじゃあ89ページ開きました。89ページ、三角比ってのがあります。はい、サインコサインタンゼント、みんなが大好きなサインコサインタンゼントやるんですよ。これなんとなく思い出せればもうそれで OK ですよ。サインコサインタンゼントってやつですよね。思い出せれば OK で、118ページいきましょう。118ページ、9ページか。はい、正弦定理、サイン A 分の A イコールサイン B 分の B イコールサイン C 分の C ってやつですね。まあ、正弦定理って言葉知らなくても、この公式がそういえばそういうのあったかなっ
って分かればそれで OK です。予言定理110、120ページからいきましょう。これややこしいんですけどね、 A 事乗イコール C 事乗プラス B 事乗マイナス 2BC コサイン A、 なんかややこしいですけど、あったんですよこういうのがね。この公式思い出していただければそれで OK ですかな。あとは三平方の定理は何ページなんですかね。84ページいきましょう。84ページ。はい、これです。A 事乗プラス B 事乗イコール C 事乗。斜めね。斜辺事乗イコール横事乗足す縦事乗っていう性質があるよとかね。そういったこと。まあ今お話ししたことが頭に入ってる方は、はい、終了って感じになります。こんなに分厚いんですけども、もう全然それで終了ですぐらいのことです。